インターリーグブレーブス9、11アスレチックス、2024年6月1日アトランタ。ブレーブスのマルセル・オズナ外野手、33、が1日、日本時間2日、本拠でのアスレチックス戦で17号を放った。2点を先制された直後の初回裏、1・1塁で迎えた第1打席で相手先発ブルックスの高めに浮いたスライダーを捉え、 バックスクリーンへ17号ツーラン。いつものように両腕を広げてパタパタとフルパフォーマンスでダイヤモンドを一周した。初回から飛び出した同点アーチに本拠ファンも立ち上がって拍手するなど、大興奮した。17号はナ・リーグトップを独走。2位のドジャース・大谷翔平に3本差しとした。ただ、試合はンダ戦を制したアスレチックスが勝利。 ブレーブスは3対8の5回に一挙6点を奪って試合をひっくり返したが、9エンジンが粘れず直後の6回に2点を失い、再度逆転を許し敗れた。